ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。はい、えー、皆さんこんばんは。ドクター林です。えー、今日は六月十日ですね。 本当、えー、もう東京の方ももう梅雨入りしたようで、えー、これから天気が、ね、しばらくの間はもう雨が降ったり、えー、じめじめしたしばらくはもう,ちょっうっと鬱陶しい日が続くかと思いますけれどね、えー、元気に暮らしていきたいと思います。あやっぱりこう梅雨とかです、ね、雨の日は気をつけないやっぱり健康の,あの体調がかなりこう具合が悪くなりますので、ね、気圧も下がるしあのということで気温も下がるしということで、えー、十分気をつけなきゃいけない。 やっぱり食事とかあ、あのー、睡眠とか、ですねそれから運動とかあそれを十分というか適度にとか、まあ、いろいろとやんなきゃちゃんとやらなきゃいけないわけですね食べ物なんかでもですねやっぱ冷蔵庫に入れてしまっておいてもやっぱり1週間ぐらいではもう腐ってきますのでねもうやっぱり食中毒の発生がかなり多くなってくるようです。えーまあ、食事もですね、あのー、やっぱり少し気をつけて 食べななきゃいけないけですよやっぱりビタ,ミンビタミンをしっかりとビタミン B ですよ特にね元気が出るのはビタミン B の1とか2をしっかりとる例えばまあ,あ肉類豚肉をと食べるとかですね豆を食べるとかですね、まあ、そういうことをやっぱり気を使いながらあた生活しなきゃいけないんだろうと思いますね睡眠時間もねやっぱりちゃんと6時間とか、まあ、人によっても8時間,時間必要だという人もいますからあそのくらいは十分取るようにしたら か,かと思いますよ、ねえーまあ,あの病気は、ね、やっぱりこの自律神経の狂いがかなり出てきますのでねあの頭が痛いとかめまいがするとかですね、えー、非常に体がだるいとかいろいろこう不調を訴える方が多くなると思いますけどそういう人たちもとにかく、えー、食事をしっかり睡眠を十分ということだけで乗り切れるんじゃないかと思いまして7月の28日過ぎがもう梅雨明けらしいんでね 1か月ぐらいの辛抱ですからあ頑張って送、えー、らせていただきたいと思いますね。じゃあ今日1曲目、えー、いきましょうかね。え先日あの浅輪雄輝さんっていうか亡くなられましたけどねあのお何でしたっけ、えー、認知症で認知症で亡くなったって変な話だと思ったんですけど。 認知症でもなくなるみたいですよなんかね、それが直接死因にもなるという話ですね普通は何か直接死因というのはその認知症から何か病気が起こって、えー、亡くなるケースが多かったんですけどね今はもう直接認知症で亡くなったと言ってもおかしいはないらしいです、えー、その認知症で亡くなったという浅岡江口さんの歌から聞いていただきましょう雨が止んだらはい、えー <coughs> さあ毎週楽しいゲストをお招きしてね、えー、いろいろお話を伺う,うドクターヒスト健康ゲラかラクリニックですけども今日のお客様はあプロレスリングバサラの中野達斗選手で高斗選手ですはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますプロレスリングバサラの中野高斗ですバサラの人ちょっと最近、うん、多いよねはい <laughs> バサラ出てくるんだな <laughs> <laughs> あの僕もあのんとなくラジオの雰囲気とかちょっと知りたくて YouTube さんで少しあんな感じいじられるだけだからさ叩かれたいじられたりそれだけですからということで中野貴人さん今もうデビュー何年ぐらいなんですかデビューしてですね1年と2か月ぐらいですかね1年2か月まだまだでも今今何歳今僕23歳です はい、じゃ、あの、今年で二十四になる年です。ねそれで、まあ、泉もみんな聞くんだけど。はい。まなんでプロレスラーなんかなろうと思ったのと、まあ、こんな口調で聞くんで、はい、なんでと。はい、ね。<laughs> そう、なんですが、まあ。そうですよ。まあ、なんでっていうのが、あれだと思うんですけど、うん、まあ、あの。僕はもう、そもそも、あの、親がすごい好きなんですよ。あの、プロレス時代は。はい。で、あの、お母さんとおばあさん。 まあおばあちゃんですね。お母さんのお母さんと。まあもうずっと大好きなんですけど、皆さん。みんなプロ好き。だみんな好きです。おばあちゃん力道山から好きで。お母さんはもうあの武藤さんとか。三十四の世代からも大好きで。もうやれない、どうだ、棚橋だって今も、今もすごいおかけをしてますね。そうなの。実際に見に行ったり。して現役ですね。全然 G1 とかよく見に行ってて。すごいですね。やっぱもうそういう家族だったんで、僕のところもあの。完全に。あの物心ついた時から。 し食卓にあのサムライ t. V. がずっと流れてたんですよ。うん、なんでまああのみんなでご飯食べながらプロレスを見るっていうのはすごいもう日常だったんですけど。うん まあ、あのやっぱだいぶ、まあ、あの変わってる家ではあったんですけどまあ <laughs> 変わってるよ、まあ、<laughs> はい,いやもう本当変わってて <laughs> なんでなんか学校とか行っても誰もプロレスは知らないそれはそれ知らないねプロレスを話しなきゃいけないっつ、はい、僕らの時代はやっぱもう k 1とか <laughs> そうだよ 1> もう本当総合格闘技とかがねすごいメインな時代なんでやっぱりうん、うん、まあ本当なんでそれがまずはもうプロレスを好きになったきっかけというか、うん、じゃあ例えばそうじそうみんな好きだったら小さい頃から お前はプロレスラーになるんだよっていうそういう教育されたってわけでもないの全くなかったです、はい、もう全然もうなんか <laughs> むしろ僕はもともとすごい細くて、うん、もうなんか小学校とかもずっとなんかちっちゃい方にいて、うん、で中,中学校も僕卓球部とかやってたんですけど <laughs> 卓球、うん、当時体重が4 0キロぐらいしかなかったんでう,う,、ね、もうお母ちゃんもそういう目では見てなかったです<ー>もうあのただもその結局まあやっぱ 会場に連れてかれ始めたんですね。小学校四年生、三年生ぐらいから。で、やっぱ、それであの初めて新日本プロレスさんを。まあ、あの、僕地元岡山なんですけど。そちらで、あの、見せていただいたときに、ちょっとライガーさんに一目惚れしまして。そうですね。ライガーさん、だから、マスクマンがもうとにかくかっこよくて。はい。そうですね。そこからもうどっぷり。いや、そこからなろうと思っちゃったっけ。いや、その時でも、まだ見るもんだと思ってました。もう、や、あんな痛いことするもんじゃないよって思ってましたね。はい。 うん、それがいくつぐらいの時？それが小学校四年生五年生っな、うんでも家族がみんなプロ好きだったんだよねで友人学校行っても友達とプロレスの話ができないし、できないし、学校行っなと思っていたと、そうですそそれでそこからどうなったの？そこからあのまあ結局あの関西にはやっぱよく行くんですけど、もう本当毎年 G1 とか、まあ東京まで旅行来て見に行ったりとかしてて、そうですねすごい見てたんですけど、あの。 すすごいガラッと変わったのはですねあの僕があのだんだん、まあ、お母ちゃんとかはすごいメジャープロレスが大好きで、うん、大っきい人のプロレスが好きだったんですけど、うんうんね、僕があの、まあ、サムライティビとか見てたらやっぱどの団体も見れるんで、うん、あの比較的やっぱ僕ジュニアがすごい大好きでシネオでもやっぱライガーさんとかジュニアの方たちだったんですけど。うんうん、であの、まあ 今でいうドラゴンゲートとか、みちのプロレスさんとか、結構小柄な人のプロレス、すごい好きになって、ルチャリブレみたいなものがすごい好きで、そこから見に行ってみたんですね、初めて、岡山に来たドラゴンゲートですね、見に行ってみたら、みんなやっぱ体鍛えてるんですごい筋肉あって、なんか超人的なものはあるんですけど、身長はあんま変わらなかったです。ね そ,ね、その時になんかあの世界が近づいたというかですねまあやっぱ新日本見に行ってるともう自分の入る世界ではない別の世界のものっていうのがあったんで、うんうん、ただなんか同じ世界な気がしたんですよね <laughs> <ー>。<laughs> あのなんか <laughs> <い>なんていうんですか超えられない壁ではない気がしたんですど頑張れば頑張ればまあめちゃめちゃ大変だろうけど頑張ればなんとかなるんじゃないかなって思ってはあ。<ー> たちょうどタイミング的に中学2年生なんですけど進路とかを学校に言われ始めるんですよ。学校にどうすんだお前はみたいなこれから岡山だからやっぱ工業の高校とか行って無難に働くんじゃないかと基本的にはやっぱり地元もみんなそうなんで基本的にそうだみんな当たれう手に職つけるためにやっぱ工業高校行ってみたいなあったんで上の願いだよもう間違いないと思うんですよねそれででもも僕 そうなんですもうそこしか見えなくなっちゃって <laughs> それまですごいあの僕ガンダムとかロボットが大好きなんですよ、うん、それはいいよ <laughs> でなんかそういうの言ったかったですけどねなんかもう全部投げ捨ててプロレスだけ、えー、お前やめておくれそれはと言うたら <laughs> 1日3時間勉強してたのが腕当て伏せと腹筋に変わって <laughs> もう親もびっくりそりゃそうだよな何が一番やかったかと思うよねやっぱね,ねテレビも消されちゃった全部 <laughs> いやでもまあやっぱ好きなのは好きなんで親も <laughs> まあなんかいやいやいやみたいなところありつつもなんか若干期待してる感じは何となくあったっす、ね、<laughs> 本当に変わってんなと思うんですけど <laughs> <laughs> もうおばあちゃんもみはまあでもちょっと怖いっていうかやめろとそんなのやるもんじゃないって見るもんだっ、まあ、てそれでそれが中学生の時そうです中学2年生の時ですにねプロレスになりたいとはい。で すんだっっててな当時卓球部で4 0キロぐらいしかないしガリガリで何言ってんだってなるわけですよ。でまあそこからまあすぐなんとか近づかねばと体にしろ何にしろと思ってすぐレスリングをやりたいと思ってでまああのやっぱ柔道かレスリングかやらないばっていうのがあってただまあやっぱもう中学校は部活が卓球だったんでそこから柔道部に変わるのは無理だったんですねもう2年生ももう中盤とかだったんで。そこから レスリングを学べるところ探してああまあ岡山だとまあ総合の道場とかもないんで。うん 高校のレスリング部はあるんですけど、そこに電話してみて、練習見てくれないかと、中学生だったんですけどね、そこから週1回、2回、来ていいよって言われたそうです、そうです、なんか、すごいちびっ子のレスリング教室じゃないですけど、ちょっとなんか子供たちのそういう時間もあったりとかした学校だったんですよそこに来てもいいってそのあとに、なんか、社会人の人がたまに練習するらしいんですよ。 社会人の人とじゃあ一緒に教えてもらえようっていう先生も見てやるからって言ってくれて、うんへはい、そこからもうずっと格闘技人生が始まりましたね。は<ー>、はい じゃ、それ中学生として,て、行ってたわけね、まあ、ねそうです。もう中学生としても、高校に入るのもビビりながら行ってました。高校生怖いなと、とです有名なヤンキー高校だったんで。ああ、ヤンキー高校だったんだ。もう、行く学校にたどり着くまでに絡まれたりとかして、怖かったですけど、ね。あ <laughs> <laughs> レスリング部なんて、あんまりない、ないだろうか、高校生。そうですね。もう岡山も四校、五校とか、なんですけど、まあ、そこ私立の。 あの高校ですごいあのレスリングでちょっと名門って言われてる学校だったんで<ー>、はい、まあまあそこで教えてもらえるならばと思ってね行っ、うんうん、てみたんですけど、うん、そこに行ってで、はい、高校はどうしたのそこに入ったの高校そこに入りました一応その中学2年生から3年生終わり頃までずっとあの通わせていただいてて、うん、ただまあ私立だったのもありましてそのスポーツ特待生であの声かけていただいてなうんです まあそこでなんとかまあ親も少し何ああて言うんですか親孝行じゃないですけどもちょっとだけ納得する分はあったみたいですね。中学の時から奈良に行った時は別に月謝払ったわけでも何もないって見てくれたわけ 保険だけやっぱスポーツ保険とかを出して一応それだけありましたけどじゃあうち行儀みたいなのいらなかったとそうですねこれで学校に入る時は特待生入ったからまだ地獄金いらなかったとまああのランクもあったんですけどでもまあ全部半額みたいな感じで花を、ね、入れさせてい,いてそれ狙いじゃそんなそんなまあ <laughs> 賢いアれでもなかったんですけどでもなんか僕よくあるんですけどなんかそういうたまたまうまくとんとん拍子にいくことがあるんですああそ,いいそれは親孝行だよよかったと思って、うん、なるほど で,でも中学高校入ったらレスリング部に当然一番先輩だろう同級生の中ではいやーでも結構そのなんか変わった中学校があってそこにあの柔道部兼レスリング部みたいなやつがあったんですよおお、うん、んか相撲も出るしみたいな <laughs> 相撲も出るしレスリングの大会も出るし柔道も出るみたいな変わった高校が <laughs> 中学校がありまして <laughs> すごい、ね、そこがやっぱり縄張り利かせてましたけどね<ー>はい、まあ、そこと一緒にまあなんかやらせていただいてて <laughs> いや レスリングをやって高校の時3年間やったわけでしょ高校3年間やってそれでそこからプロレス実際にプロレスになろうと思えばさいろんなとこにいろんな会社に小ネをつけてたりなんかして普通動いたりしてるじゃない手紙送ったりとかそういうことは卒業するまでしなかったわけ僕そうですねまあ 一度東京に出ようと思ってて、<ー>あの今あの、なんていうんだ、えーと、あれだ、浜口ジムに、あ<ー>あ今浜口ジムさんのところに、うん、あの卒業し次第行くように、まあ、考えてて、うん、でそれであの浜口ジムさんに行かせてもらってたんで、まあ、直接その団体の方にっていうのはあんまり考えてなかったです。<ー>はい、浜口ジムに行って体を鍛えて、そこからレストラーになる道をいろいろ指示してもらおうと思って行ったってことやっぱりなんか まあなんだかんだ目指すって言ったもののやっぱまだ遠い世界な気はしてたんですごい体大きくなってたのその高校の時はでもずっと55キロ級でやってて、まあ、60キロないぐらいの感じだったんで、うん、はいまあまだまだとは思ってて<ー>はいでもう先生たちもプロレスラーになりたいと言ってたわけだはいもうあの高校はもうプロレスラーになるんで東京行きますって言ってて東京行くってなんだって言われてました、うん 就職なのか進学なのかなんだって言われていやなんでもないですみたいな<ー> <laughs> バイトしてちょっと頑張ろうと思いますって言ってちょっと怒られたりしてましたし <laughs> <laughs> へえすごいで、ね、ずっともう中小学校の後半からプロレスラーになろうという夢を抱いて、はいね、もうずっとぶれずにしっかりその道をきたんだからさそうですね,ね一応まあ,あのやっぱけががすごい多くてちょっとあれだったんですけど、まあ、迷ったりとかはいっぱいありましたけどでも基本的にそうですね諦めはなかったです、ね、すごいよね。 ほかに,にやっぱりライブ道があんまりなかったんじゃこな,なかったっすね <laughs> 全然なんか対抗馬ないです <laughs> 基本的にずっともうプロレスやりたいばっかりでしたね、うん、本当。まあ今もそうですけど、うん、プロレスやりたいばっかりなんで本当もう勉強という選択肢もなかったですなかった,ですなかったそれも <laughs> あのプロレスが出る前にちょこっとあったんですけどでももうちょっと才能もだいぶなかっったんです <laughs> ちょっとだいぶ厳しかった1日5時間ぐらい毎日勉強した時期があったんですけどでも学校でも真ん中に行くか行かないかぐらいっていうだいぶ厳しい状態が続いてたんです。うんうん、その頃にプロレスになっっちゃったもんだから、うん そうですね、もう高校生高校にしてレスリング部に入ったりなんかすればやっぱり多少プロレスの話や友達とできたの。あでもできました。できたそ,れそうですね。うん、やっぱあの深夜のワールドプロレス見てる友達とかもいたりとかして。うん、でもやっぱそうなったら、なってくるとやっぱ一緒に会場行ったりとか。ああ、行った、み、はい、見た。ちょっと行ってみたりとかしたりことは。うん、そういうことはありましたね。うん、結構。岡山、うん、も結構プロレス来る,るんだ。 結構来ますお隣の兵庫がドラゴンゲットさんがあるっていうのもあってそそううかかドラゴンゲットさんは結構毎月のように当時来てたし新日本さんとかもちょこちょこ来てくれて新日本さん、ゼロワンさん大日本さんも来てて一回それの時にうちの勇代表を一応初めて結構トーデスマッチ見させていただいたんですけど結構来ますね。なんだかはい まあ、でもプロレスラーになってどこに団体に入りたいとも思ってたわけでもないでしょそうですねで、やっぱりその一番見てたのはやっぱ新日本とドラゴンゲットさんでしたけど、うん、結局やっぱりそれもあって、東京に行け出ましたね、うんい、いろんな団体見てみたいと思って、うん、僕が本当、なんか全然そのメジャーじゃなきゃとかもないですし、うん、やっぱ自分の好きな団体に入りたいっていうのがあって、うんうん、でもやっぱそこまでその完全にここに入りたいっていうのがなかったんで、やっぱり一回、岡山から東京出て、いろんな興行見ようっていうのもありましたね、すごいはい。 でもそ2年も行ってると浜口ジムにさあそこで当然働かなきゃいけないわけじゃん自分でアルバイトしながらあそこへ帰ったわけで浅草でアルバイトして浅草でトレーニングしてみたいな感じじゃねすごいなえとかぼちぼちやってましたねで練習とかぶってない時にプロレス見に行ってはい。それって浜口ではどこんかいいんよとかんか言わなかったのそうですねなんか 特別な、ここがいいとかはなかったですけどっまああのやっぱり、まあ、先輩たちがやっぱ皆さんいろんなとこ行ってるんでそういう話はなんとなく聞いたりとかはねありましたね。うんうんでも当然、ルチャみたいなことやりたいと思ったわけだろうからマスクマン大好きだったのでああマスクマンっぽい動きとかがすごいで、ねね、すごい出、ね、ちゃって親も本当に東京に出るときも全然反対もしなかったし。そうですねはいね 自活するっていやまあでもちょこちょこなんか迷惑かけてたまに「そんまで今月だけ」っつって結構ありましたけどやっぱ辛い時とかもあったんで怪我とかするとやっぱ働けなかったりとかインフルエンザになっても誰もいないしみたいなすぐにお母ちゃんがポカリセットいろいろ送ってくれてみたいなおかゆとかいっぱい送ってくれたりとかしました そうか、いやでも本当に立派なもんですね、はい、これだけ本当にここまで来てちゃんとプロレスラーシルになったんだからね。はい、ええ、じゃ、あということで、はい、ええー、一曲でね、か、リクエストお願いしましょう。はい。えっと、自分のリクエストなんですけど、えー、水木奈々さんで、えー、ドリームライダー。<ぁ>よろしくお願いします。知らないけどお願いします。はい、ええー、ね、ドリームライダーでしたね。はい。<laughs> そうか、それでだけどさ、あのー。はい、やっぱり体が。まだ。 大きくそこまでプロレスラーみたいな体になってな,なかったでしょ。胸、はいね、大胸筋ピクピクとかやってたの。あ、なんか、それっぽい真似事をしてた。<laughs> それができた。んだやっぱ好きなんで。はい。<laughs> 結構やってました。<laughs> そうか、でも、マスクマンみたいに。じゃあ、だ、例えばさ、具体的に誰みたいになりたいなとか、そういうのあったの。でも、まあ、やっぱ一番本当好きだったのはライガーさんだったんですね。ライガーねでも、そこから、なんか、やっぱ、いろんなプロレス見ていくと、うん、なんか、スタイルとして、やっぱ、レイミステリオさんとか。 レミステリオさんですミステリオさんとかドラゴンキッドさんとかああいう本当もうザ・ルチャーって感じのコルバトとかすごいやるタイプの選手がすごい好きでしたねああいうのにやっぱなりたいっていうか子供のヒーローみたいなのがいいなと思ってましたねなるほどねそれでもまあどこの団体行きたいってかそういう思出てこないんだよねそれなそうですこういうレスラーになりたいと思っては濱口ジムで僕2年半ぐらいいたんですけどその後にすごい大怪がしてあったのの首ルニアになったんです。 え浜口ジムで気がしちゃったんだ浜口ジムで <laughs> ちょっとあのあれですけどなんかその結局まああの自分もやっぱもともとレスリングの時からちょっと首はおかしかったんですねずっと、うん、でもまあやっぱやりたいし、まあ、まだまだ全然平気だろうと思ってやってたんですね、うん、で無理してたら、まあ、ある日ちょっとすごいしびれが<ー>左手全部しびれが下の方来ちゃっててで それで、まあ、病院で検査したら、まあ、ヘルニアになってるからとであのレスリングやめてくださいとやめてくれって言われて <laughs> であのもうあのいや僕プロレスやりたいんですけどって言ったら「いやもう持ってるほかだよ死んじゃうよ」って言われう,、はい、もうとりあえずやめろ」って言われてそこから1年ぐらいお休みしました。 一、うん、人暮らしてた家でずっとこもって、えー、でたまにプロレス見に行って気紛らわせてみたいな、えー、でもやっぱまあプロレスラーになるって出てきた、ねうん、やっぱ分、ねうん、ちょっとなく帰,帰ってこいって言われなかったの帰ってこいっていうのはお父ちゃんは言ってた気がします、うん、お母ちゃんは好きにしたらって言ってました、えー <laughs> うん、まあ諦めて帰ってきてもええしでも働いてたわけその間は一応働いてた働いて仕事できたわけだフィ、はい、ットネスクラブで一応やってましたねその時は働いてましたでもすごいねやっぱりその1年間休むってのは結構つらいよねです <laughs> でその間にその間に今のバサラの代表の勇さんに出会うんですけど勇さんも昔ヘルニア首やってて、うん、で勇さん手術して今あの、まあ、その時はもう復帰してあのバリバリ、うん、まああの ね、トップどころでやってたんですけど、うん、それでその勇さんがそのドロップキックっていう歌舞伎町のバーですね、うん、DDT がやってるそこで働いててその意見をちょっと聞きに行きたくてそのプロレスってヘルニアなった後でもできるんですかみたいな、うん、はいそれがすごいやっぱ僕の中でまあある種その希望を探してたと言いますか、うん、やっぱ同じ怪我をしてでもやってる人っていうのはやっぱりそこに光はあるのかなみたいなものがあって、うん、でお話聞きに行きましたね、うんはい、そこからもさん 君や、ね、もうあの勇さんも本当ねあのまあ大怪我したけどたああ今全然平気だしみたいなでもし手術が済んだったらなんかあああのいい先生とか紹介するぞっつって言ってくれてああそうです、ね、でも、まあ、その時もすごい勇さんを結構あの大日本さんとかいろいろなところで試合見てて、うん、すごいまあすごいかっこいい選手だなと思ってたねすごいいいなと思っててよく試合も見に行っててその話を聞いてっていう感じでしたねすごいはい 勇さんがいいなって思ってたんで勇さんがやるって言ったバサラに来ましたね最初から彼がやり始めた時からいたって入ったってことでそうですなのでもその勇さんが DDT の後楽園ホールでバサラをやるって発表したんですよでそれ見に行っててその場でおおっと思って僕のなりたいところこれだもう一瞬でこれだってなって帰りに履歴書買って書いて次の日のポストに突っ込みましたねへい。 うその時はだけど、そセルジーナの方はもうあれドクターストップかかってなかったのもうそうです。一年ちょっとぐらいで、<ー>はい。で一応まあそれはやっぱいさみざもあの覚えててくれて、うん、あの首は大丈夫なのって言ってくれたりとかして、うん、まあ一応ちんと病院行ってあの診断書を出してもういいですよっていう許可もいただいて一応はいやりましたね。はい。その時はさ最初選手何人ぐらいいたのそのパサラっての？パサラまああの旗揚げ戦から一応売店とか立たせていただいたんですけど最初 11とか12とか,か、ね、その12ぐらいから始めたわけです、ねうん、もうその時にいたわけだそうです一応の売店には片、うん、上げ線から一応売店に店長としていただけたんでそうです初めての売店みたいなやつです <laughs> ドキドキしない売店デビューして、はい、それでそれからだけど1年ぐらいはそのデビューさせてくれなかったわけそうですね僕あのデビューまで1年半ぐらいかかって<ー>なかなかちょっと、まあ、運動神経あんまよくないんで <laughs> やっぱなかなか器用じゃない部分があって結構 まあ同じことと何回もやっててかしてました、ね、すごいなかなかやっぱ難しい時期が結構続いてて<ー>うんなんでまああのどんどん徐々にその仕事も増えていってまあセコンドとかもね、うん、いろいろやるようになったんですけど、うん、なかなかデビューに本当たどり着かなくて結構長いね1年ちょっとちっ,ったらね1年半なんで、ね、あの結構まあ他の団体とかだと結構1年ってあると思うんですけど DDT 系って結構早いんですよもうできる子はバンバンデビューみたいなところがあるんで。 な3か月でデビューしちゃう子もいるし半年の子もいるし1年かかる子ってあんまり1年以上かかって大体やめてるんですよ。かかるんですよ。1年半分たらすで僕結局1年半かかってデビューになりましたけど結構長い方だと思いますね。い別に特別大きな怪我を途中でしたとかでもないんですよね。だからそう考えたら長いですね。怪我してやっぱ長くなっちゃう子はいますけど怪我もなかったんですけどね。ななかか 難しい時はありました、ねうん、もうそろそろやめるんじゃないかと思ってたじゃないやでもういそういうのもあったと思います <laughs> やっぱうんなかなかやっぱり、ね、できない子ってできなかったりするじゃないですか、うん、なんかそういう,、うんうね、やっぱはいやめちゃう子ってやっぱり全然いるんで人間関係大体さ大体みんな、あのー、人間関係嫌だとかさ、はい、そういうことでやめる人が多いわけじゃないそういうのは全然平気だった そうですね全然人間関係とかは全然平気でしたね高校がすごい上級関係すごい厳しくてもうその時にすごい叩き込まれた部分があるんでそういう辛さでは全然やめなかったですし全然んかそんな辛いとも思ったことあんまなかったです練習はあ辛かったですけど練習は辛かったしできない自分が辛かったですねそれがやっぱ一番辛かったですねなるほどねそうかそしてちゃんと仕事もしてその時はもうその ドロッップキックとかかそそういううい働かせててもらってたの夜そうですねあの練習生の途中からドロップキックさんで練習以外の日とかに働かせてもらって、うん、で試合があるときは DDT さんとかあの他の工業もそうですけど、うん、DDT グループのやつは全部あのリング作り行ったりとかしてセコンドしたりとか全部行ってましたね結構いっぱいあるんでもう本当それとドロップキックぐらいの感じでしたねすごいねよく働いていやもう休み長かったですね完全に <laughs>、ね、もう本当なかったですね、うん、まあでもなんか 嫌なことはしてないんで全然リング作ってても嬉しいしみたいなでも本当楽しいことばっかでしたねまあ本当なんかうんそうっすねでデビュー者デビューしていいよって言われた時嬉しかったろしたらいやめちゃめちゃ嬉しかったですもうもう泣きそうでしたでデビュー生は誰だったのアイデビュー者の代表の小高いさんですもうそれこそお世話になったいさんだしあのまいつも通りセコンドしてたら急にリングに呼ばれて で対戦相手もこの人ですって言われて勇ちゃん出てきちゃってもうなんか嬉しいやらないやらもう訳わからないまみれにされさたんだいやもう普通にあの第一試合で後エンホールで,そうです、ね、あのしっかりプロレスらしいプロレスっ<ー>ていうか何ですかね、まあ、デビュー戦らしいっていうんですかちょっと僕もあんま分かんないですけどまだしっかりプロレスをさせてもらいました、はい、それからね。え 年ちょっと今今そうですね、えっと、4月の29日にデビューだったんで、今1年月ぐらと、2か月ぐらいですね、はい。え、マスクパンじゃないでしょマスクパンじゃないです、素顔です。マスクかぶせてもらえばいいじゃん。いやそうですね、なんか、まあ、なんか、そういう願望もなくはないんです。やっぱマスク大好きなんで、ただやっぱ、視界とかいろいろ考えると、結構まだ不安があるんですよね。結構見えないじゃないですか。 あのマスク大好きなんで、いっぱいあのレプリカとか持ってるんですけど、かぶってこれプロレスできるかなとか、すごい思いますね、まあ、デザインにもよるんですけどね、やっぱ、結構見えづらいなと思って、まだ全然余裕あるわけじゃないんで、ちょっと今はう怖いなと思ってます。<laughs> でもやっぱそういう夢もちょっとだけありますね。いいな <laughs> でもやっぱり、ルチャード技とか、そういうの取り入れながらやってるわけ、い試合してるってことは。はい、これ技とか、ああいうのすごい好きで、傘ドーラとかいっぱいやってます。はい いいで、ね、楽しそうだっていいじゃないですか、ね。いやそうですね本当楽しくやってますね <laughs> めちゃめちゃ楽しいです。えー、じゃあお父さんお母さんもみんな喜んでくれたでしょ。いやそうなんです本当にもうなんか <laughs> お父ちゃんもそんななんか元ちゃんも K1 派だったんですよ。あお父,さお父ちゃん K1 派だったんですか。お父ちゃん K1 大好きだったんですけど<ー>今全然楽しく会場見に来てくれてて本当。うん、で今月の二十四日かなにあのあれなんです地元に初めて。うん バサラででることなって戦それはもうぜひチケットいっぱい売れよって言われてるんやでもやっぱね売れよっていうのはそんな言われてないけれども売らなきゃいけないと思ってますそうだはいやっぱいろんな人にバサラ見てほしいですしね僕自身もやっぱりそれはもう自分のやるべきことだと思ってるんでうん偉いね本当ねバサラにとっては当はありがたい存在ですよね いやなんかそうなってればいいなとは思うんですけど、本当に。はい、どこで、ね、岡山テホテルセント・イン倉敷です、本当に地元の,あの最寄り駅なんですけど、僕の、<ー>はい、もう本当によく行ってたところなんですけど、メインイベント。ま,あまだカードが決まってないんでわからないんですけど、はい、いや、かなと思いながら、ちょっとドキドキするんです。<laughs> カードドド発表待ってるドキドキどうしようと そのぐらいしてくれるチケット100倍売れよって言われて <laughs> 逆にプレッシャーがねちょっとあんですけどでもまあ本当友達それこそ,その高校で一緒にプロデス見に行ってた子たちとか<ー>みんなやっぱ残ってるんでん上りを立ってみんな来<う>てくれるからさはい学校の先生からみんな<ー>もうみんな来るんで <laughs> マスクつけた方がいいんじゃないか <laughs> それ用のなんかね岡山凱旋マスクだ <laughs> 誰だって言われちゃうんです まあでもそうですね結構あとそんな楽しみもありで楽しいねそれは、ね、いやーもう本当楽しくやってますね<笑><笑>こんな楽しくていいのかなと思うぐらいです <laughs> でよかったねあれね本当良かったっす、うん、ですああいうあなんだっけデスバッチみたいなやれとは言われてないのそんなそうですねあのバサラーは一応あの,あのハードコアを結構一応やってるんですけどあのイットカントカナテーブル、うん、椅子までではよくやってるんですけど、うん、<laughs> あのまあ結構 いろんな人がほとんどの人が多分やってるんですよねそのハードコア自体はみんなやってるんでただまあ僕としてはまだカードに入ってないっていうだけで全然僕もそういうのはすごい好きなんでそうなのやれって言われたらやれるやりますねデスマッチってなってくるとまたちょっとあれですけどでもやっぱバサラの一部である以上僕は全部やりたいですねバサラはやっぱ大好きなんであそう大好きです本当にもう代表が決したらもう泣いてることやなからいや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  ええ、夜の仕事も、苦痛じゃ、普通じゃないわけですね。そうですね。お酒もそんな嫌いじゃないんで。まあ、強くはないんですけど、全然強くないんですけど。はい、飲むのは好きなので。そして、お客さんとおしゃべりするのも好きで。はい、もうおり好きなんです。本当よくしゃべっちゃう。すごい好き。いやいや、珍しいです。バサラの人で。バサラ、あんまりそんな、まあ、しゃべった、しゃべれなかったわけじゃないけどね。みんな 結構でも確かに寡黙な感じのタイプの人が多いですけどね。ねうん、<laughs> すごいどっしりしてる方多いですから、ね。デビューあのデビュートあんまりそのあの練習生じゃ同じぐらいの世代でさ、はい、何人かいるいるの同じぐらい入った人ってのと、えー、っとそうですね。まあ入門期ってとしてはあの,の今まあ DDT の方にもよく上がってるんですけど、DDT <laughs> の DNA DD っていうまあバカテ組織みたいなのがあるんですけど、うん、まあそこのあの上野勇気選手。 と、あの吉村直美選手ですね。うん、あのここの2人はあの入門的にはほぼ同期に近い形で入門しましたね。<ー>ただ、あのデビュー自体は上野さんが一番最初ですかね。うん、上野さんが最初で、その次に吉村さんとかだった気がするんで、僕も1年ぐらい置いてかれたんですね。<ー>そうですね。なんでまあやっぱだいぶまデビュー準みたいなところはあるのかなと思ってるんで、うん、はい、なんか？ あ,のあんまりドアキーっていう意識はそんなないんですけどやっぱりまあ入ってきた人間そのプロレスっていうものを始めたっていう意味では一緒かなと思ってるんでやっぱ年齢もまあ一個下になるんでしょうけどまああの年齢も近いんで結構あの意識はやっぱしてますねやっぱ戦う機会とかほんとないんですよバサラはバサラはバサラで DNADNA やってるんでまあたまに上がってくれたりとか上がったりはするんですけどなかなかそういう機会はないんではいあれですけどまあやっぱちょっと。 陰ながら意識はしてますね。あれバサラ、例えばバサラにい。いってもさ、例えば DDT の本体に入りたいとかさ。はいはいはい。なんかそういうことを言えばで,できるの。ああ、できるんじゃないですか、ね。まあ、その人がその思えばだと思うん。で、うん、ディーエヌの人たちも逆に言ったら、まあ、バサラに入りたいと思うんであれば。うん、まあ、いざみざにそれこそ、直談判して、くれば、まあ、いけるんでしょうし。うん、そうですね。まあ。なんか。結構自由だとは思います。うん、なんか、やっぱ自己主張すれば、比較的。あの、通るというか。 まあ聞く耳は持っていただけるようなあれかなと思いますね、うん、はい、うん、僕なんかはなんでそもそもその僕がバサラに入りたいって言い出した時はバサラ募集も何もなかったっす、ね、<ー>当時何もなくて DDT の若手は全員 DNA になるみたいな<ー> DDT グループに来た子たちは DNA に来てそこでデビューしてーそこからなんかどっか好きなとこにというかあ<ー>まあ目指すとこがあるならみたいな感じだったはずなんですけど僕が勝手にもバサラで入りってっつって入っちゃったんで<ー>たらバサラ入りたいっつってたら小高君がいたから もう本当それがあって当時まだ興行もやってなかったんでやるって言い出したところだったんでユニオンプロレスの人たちがある程度何かそのまま行ってみたいな発表があったところだったんではいはいへえ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 へいえへええ次はですねあのすごい筋トレとかでよく聞くんですけどジャムプロジェクトさんで「ザ・ヒーローですねザ・ヒーーロ よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしましょう。ドクター林の健康ゲラゲラクリニック、えー。え今日はあお客様にプロレスリングバサラの中野貴人さんをお迎えしてお話をかけてます。えー、いや本当に。 はい。あの小学小学校四年生から二十三歳までの歴史全部わかりましたけどね。ありがとうございます。でも本当プロレスのことだけ考え考えてずっと生きて生きてきた感じですよね。そうですね。やっぱ何考えててもプロレスのこと考えてましたね。はい。で誰に強く反対されたわけでもなく。そうですね。スムーズに結構怪我さえなければもっとね。そうです。怪我さえなければっていうのはもう今までずっとあったんで、高校の時もやっぱ怪我は多かったんで。うん。 それだけです、ね、で,もでもやっぱりその怪我っていうかヘルニアなんかできたっていうことはさあったっていうことはさあの高校の時のレスリング部でブリッジやったとかそういうのが原因なんでしょやっぱそうですねもうあの、うん、休みなくずっとトレーニングに試合に練習にしてて、うん、レスリングの練習なんかすごいやったんだそうですもうずっとやってたんで結構やっぱ名門って言われるだけあって練習量はすごかったんですね。うん、でも夏休みっても,もうほぼ帰ってこないぐらいずっと合宿にいろんなところに回ったりとかしてあそうなんで。 じゃあそれれでいいいろろ首をちちょっっと悪くししゃったのかもしれないね,そうですね、まあ、ずっと痛いっていうのはあったんですよね、うん、ずっとなんか変な、うん、まあちょっとしたピリピリしたような感じがずっとあったんで,、うん、でそのまま浜口神社でも頑張ってたらうん,うんそうですねでも、まあ、上京してすっごい狭い部屋とか住んでたんです、うん、狭い部屋でかったったりほど寝てたら <laughs> なかなかやっぱ疲れも取れないのか徐々に徐々にやっぱ溜まっていった気はしましたねすごいそうですねおでもさあの治ったって ヘルニアが治ったっていうのはよくなったからプレスやっていいよって言われたでしょ、その間は手術したわけでもないし、多少どういう治療したと僕でも本当、なんか片っ端からいろいろ調べて、やっぱストレッチから全部もみ直して、1日2時間ストレッチして、で、リ治療行ったりとか、やって結構即効性としてはやっぱ一番リがよかったですかね、リして、やっぱ1日2日すごいしびれが抜けるような時はあって、3日目には大体戻ってくるんですけど。 そんなの繰り返しつついろんなもう本当なんかすごい首の専門の整骨院さんとか、うん、いろんなとこお邪魔しましたねすごい。そうですねで結局なんかその病院の先生も言ってたのは、まあ、若いんで,であとはやっぱまあそのお仕事でそのなんてんていうですか姿勢が悪くてなったとかじゃないんでやっぱ外的なその衝撃とかがすごい加わっててっていうのだからまあ まあしっかり休めてあげれば、うん、あの回復するかもしれないしっていうのはあって、うん、それでまあすぐに手術じゃなくてちょっと様子見てやってみたらって言われてやってましたね。なるほどねだからほら最近最近首の怪我してる人多いじゃない,、うん、多いですかね。だからああいうのを見てると要するにそのヘルニアだっ、まあみんな首のヘルニアだったんだけど、はい、ヘルニアからヘルニアが治ったっていう感知したっていうことは絶対ありえないわけで、はい、そうですよねそのヘルニア自体の骨のでとんがりとかそういうのはやっぱりまだ残ってるわけだから。はい その何かの拍子に、例えばまああのコンマくんの映像を見たか分かるように、はい、首をこう引っ張れるあの技を食らっただけでもあ、あいう症状になっちゃうんだからさ、はい、怖いっては怖いよね。いや怖いのは怖いです、ね、やっぱり本当すごい結構敏感にはやっぱなりますね。<ー>でたまにやっぱ試合後とかダメージ多い時はやっぱたまにピリピリ痺れが来たりするんですよ。うん、で、まああの何回かやっぱ不安な時は病院行くんですよ。よ、うん だたらまああのやっぱ一回すごい出ちゃったもんなんで、うん、その神経痛みたいな神経がちょっと覚えちゃってて、うん、すぐ出しちゃったりとかすることはあるみたいですね。そうなんだよね。うん、だからあのよししその試合やったなんかして大丈夫なのに試合やった時にこう肩と首なんかに急に炎症を起こして、はい、それでその炎症の症状で手がしびれたりなんかするってことは非常に多いからまあなんかそういう本当あったらすぐ できるだけ早く休んでということじまあ病院行ったってある程度しょうがないからさ、そうですね。もうやっぱりそう少し冷やして休んで安全に済むということだよね。そうですね。やっぱり本当にも休まないとっての思います。そうなんだよね。そういうこともよく代表に分かってもらってね。そうですね。もうそんななんか相談できないあれでもないんで、はい。もう何かあれば相談できるかなと思って。いい先輩というかあれをいいところ入りましたね。いやでも本当そうですね。もう本当。 偉いんだけどさ、はい、ただ給料に不満があるわけでもなし、はい、生活のさね、はい、<laughs> でしょ偉いね。い,<や>いやすみませんみんなさん やっぱり少ししい,い生活たと思うからやっぱりまだアルバイト増やしたりなんかしながらさ、はい、やってだんだん自滅していくわけだけどさまあそうですよね <laughs> <laughs> 本業が何か分かんなくなっちゃうとかもやっぱいるとは思うんですけど、うん、ちゃんと生活もあんまりあんまりそういうことでもそれだけしてもらってるからやっぱり不満不満も出ないじゃないのそうですね本当やっぱしてもらってることがやっぱ多いと思いますね,ね<え>環境はやっぱいいですし、うん、そのなんか、ま、DNA って基本的にそのさっき言ってた DDD の若手組織なんですけどその興行って月1回なんですよ基本的に 1> あ月1回なの そうなんですその5秒は月1回で、なので、まあ、DDT の分かってて、基本的に、まあ、うん、一番少ない人だと月1回、で、うん、いい人だとまあダークマッチで、その DDT の本体に出させてもらったりとかもするんでしょうけど、<ー>バサラは基本的にまあ月3以上は基本的に絶対あるんで,で、やっぱ比較的多団体とかにもすごい出やすいんですね、みんな出てるんで、やっぱ一緒にダークマッチで出させていただいたりとかも多いんで、すごい試合やっぱする機会が多いですね、すごい。うんうん、若手の中ではやっぱり一番多いと思うんで、環境的にもすごいいいかなと思いますね。 まあこれからこれからっていうか今、憧れの選手とか、はい、そういうのライガーとかまだういぱっしゃるところです,や,そうす、ね、やっぱりライガーさんとかかっこいいなと思いますもんね、うん、まあ、まあ、やっぱ結局、勇さんだったんですけど、うん、なんか一番ついていきたいなと思ったのも勇さんだったし、うんはい、やっぱその最終的には勇さんでしたけどやっぱ憧れっていうその最初の入り口の面ではやっぱ一番はライガーさんです、ねうん、かっこいいですね。 でもあれじゃないのやっぱりそのバスクマワに雇われルルシアみたいなものでやりたいと言ったらさやっぱりちょっとメキシコに一年ぐらい行ってどうですか、はい、ちょっと行ってみたいセメさんちょっと出してお金出してあげてくださいよ <laughs> <laughs> いやいやまあ確かにやっぱそういう行ってみたいなとかってのはやっぱありますねはいもうそれも含めやっぱこれからやっていきたいことってのはいっぱいありますねうん,うんそうかはいでもバサラそれだけ自由だったらね本当はい そのお金なんからしてくれなくても自分で1年間ぐらい行きたいですって言ったらししてくれれるかもしれないよねそうですね,ねこの間あの、まあ、トラザムヒロシさんっていううちの,あの選手がいるんですけど、うん、その方はあのインドにヨガの修行行きたいって言って肩の手術とかしたんですかね欠場してて脱臼したりであ<ー>、まあ、それもあったんですけどそこで1か月ちょっと修行行くっつって。うん あの言ってましたからね。えー、<laughs> で帰ってきたら、ヨガレッスラになりました。ヨガレスラーはい。えー、結構なんで、本当自由に、みんな自分のやりたいことやってる感じの、本当まあバサラっつって、かぶけもんって言ってますけど。そういう本当自由な団体かなと思います、ねえー。え、それで実践一ヶ月は別に給料出るわけじゃないでしょと思いますけどね。わ、ね、かんないですけど。わか, <laughs> かんないですけど、でも逆に言ったら、そんだけ動けるっていいことですよね。多分。そうだよね。うん、なるほどね。 そういういことはあんまり意外とねみんな言わないけどなねえなんかわかんないですけど <laughs> 僕はどうなんでしょう <laughs> じゃあそうだメキシコだあとメキシコ行ってみたいですね、うん、確かにメキシコ行ったらまたかっこいいレストランいっぱい行くらねう,ーんうんそうですよねもう、まあ、本当、うん、それこそプロレスがねもうめちゃめちゃありますもんね、うん、全然わかんないですもん僕も本当 CM ルールさんとかの大きいとこぐらいしかわからないんであと登竜門なんか登竜門んてなんだっけ今 ドドララゴンゲットああいうとこ行ってるとやっぱりすごいなと思うしみんなか,かっこいいなと思うしああでもそうですねやっぱルチャーリブレの技がここ、えー、多いんでそうですねスピーディーだしとかって思いますね,ね<ー>結構、うん、だからああいうのでもでもああいうとこに行こうとは思わなかったんでしょそうですねんかあ,あ,あ,あれ難しいんだよね入るとかであとまあまあまあ<笑><笑>そうですねまあそれもありますしあとはやっぱりそのなんか動きはすごいんですけどなんかそんな僕がそこに「ここだ!」って思わなかったか僕ってなんか基本的にちょっとうん、うん 理由はあんまないんですけど基本的に直感がここだっていうのが全部来るんでんかそう思わないと逆に言うと踏み切れないんですね結構迷いながらここにしようかなとかはできなくて自分がここだって思わないとそこに行けないみたいなのがあるんでそれもあって本当だから東京でウダを出してましたね結構2年半ぐらいその間に怪我してそのもあってでもおかげさまでねバサラに出会いましたよかったです 怪我をしてる時出会ったんだっけ。そうです。怪我しする時に、それで勇さんして。いいうん、で、勇さんにちょっと話聞いてみようっていうので、そこからだったんで。うん、まだから怪我も良かったのかなと思います。そうだね、怪我の巧妙ってよく言いますから、ね。うまいな、そうだよ、ね。<laughs> びっくりしましたけど、<laughs> 僕も本当。ちょっと、こう、かろうか、こうね。ええー、そんな。<laughs> おしゃべり、おしゃべりました、ね。<ー>話すの好きなんです。ええー、いいね。はい。そうか。<laughs> なんか いやまだ23歳いめちゃくちゃ若いじゃないですかそうですね,ね、うん、結構やっぱりなんかその DDT 若手って,てみんな若いです10代とかいっぱいいるんであまだそちょうだい,いるの19歳とか二十歳とかいるんですよ<ー>今多分練習生の子が18とかなんですね<ー>みんなめちゃめちゃ若いんでなんか若いやつがまあされなかったんでちょっとあれなんですけど、うんまあ、まあ多分業界的に見たらまだ23だと若いんですよね,、うん、ね全然ね多分。 大学卒業とかしてきたらまあそうだよデビューしてないですもんねああ多分ああまだまだで当分当分っていうかもうずっとバサラでこのようにずめようとそうですね僕もずっとバサラでいたいですね本当バサラもっとあのお客さんを集うねそうですういっぱいお客さん来てもらってどんどんなんか試合数とかも増やして うんうん、バサラでやっていきたいですね、でこれやっぱりネットなんかで、やっぱりそうです、DDT がやってる DDT ユニバースっていうのがあって、うん、まあ月額900円かな、確か。うん なんですけどそれであのバサラも DDT も DNA も頑張れプロレスとか東京女子とか、うん、DDT のグループのは全部見まそのグループの中でその頑張れプロレスもあったらそ、はい、ど,どこが一番あるの集客っ集客、東京女子さんが今やっぱすごいかもしれないです、そうかな東京女子さんあの、うん、アイドルとかいっぱい上がってたりとかしていろんなところからやっぱいろんな人、うん、あのお客さん集めてるんで、うん、やっぱそういうのもまあ確かに一つのあれなのかなと思ったりもしますけどいろんな結局プロレスしてない人とかにもね うん、あの見てもらわないと、やっぱ広がっていかないと思うんで。確かにね。いろんなことで、なんか宣伝できればなとかは思うんですけど。うん、でも、それぞれ、その、まあ、女子はともかくとしても、その他の団体は。はい。そ,それぞれ、なんか、特徴を出そうとして,て、ね。そうです。そうです。それぞれ、やっぱ、色を出してっていうのですね。うん、まあ、それも、やっぱ、その、色が、だいぶ濃い方だと思いますけど。うん、ハードコアやったりとか、そうやって、いろんな、うん、まあ、弁護士の先生がいたりとか。ヨガの人がいたりとか。あなかそう、ねうん、そんなんです。いろんなことやってて。うん、はい。うん の弁,弁護士とプロレスなんて見たくないやんな弁護士、そうです、まあ、<laughs> 別にさプロレスそもそもプロレスをやってるかどうかっていうのはちょっとあれなんですけど、<laughs> なんか逆転プロレス裁判って、ちょっとあのなんかよく、劉さんも最近プロレスって言ってないですよね、よあのこれそういう出し物ですって言そうだよ、本当にね、でも本当、楽しければいいのかなと思うんですよんなるほどね、いろいろみんなゃ考えて、自分たちで考えてるぶんそうですね、みんな、かくかく試合考えて、自分のやりたいことは考えてやってると思いますね。うん でみんなそれぞれ選手は、ちゃんと団体、でプロレスもやりながら。そのほか、自分たちのの、かい、あのお店なんかで働かせてもらって。はい。それは生活させてもらってるわけでしょそうですね。やっぱ大したもんだ、デーティーはもう。高木社長すごいで偉い、バンザ <laughs> すまずは。高木先生、ありがとうございます。小高久美さんもすごいし、みんな本当,本当、本題に慕われる。あの、代表もいないですよ。みんなね、す<ー>。<laughs> <laughs> ええー、というわけでね、えー、今日は本当に楽したお打ちでしたけどねありがとうございました本当に頑張ってくださいね、まあはい、本当に、えー、じゃあ皆さん本当にね今年あのいろいろまだ季節の変わり目ですから体調には十分お気をつけてゲ、えー、ラゲラ笑ってお過ごしいただきたいと思いますそれではまた来週お目にかかりましょうそれじゃサンドありがとうございますどうもありがとうございました。